はい、ここでこの糸を使ってみようかなと思います。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、昨日もうね、黄色い布でちょっとやってみたいなっていう編みがねあったのでやってみまして、まあそこそこちょっとね、この一段ですね、この一段編んでる時にちょっと荒ぶってきたんですけれども、なんとか次の2段で抑え込むことができたかなと思います。で、本日なんですけども、糸がね、この黄色い糸なくなりましたので、新しい糸をつけていこうかなと思って探したんですよ。そしたらね、このワシャワシャ糸がね、結構まだ大量に余っておりましてもうね、どうしたらいいんだぐらい余っておりまして、まあこれ使ってみようかなと。もう今使わずしていつ使うんだぐらい、あんまりこの糸使い道がね、私の中でないので、まあこういうところで、まあバッグで持ち歩くわけでもないし、かといってなんか肌につけるようなものでもないので、ちょうどいいかなと思いましてやっていこうと思います。で、道具で一応ね、模様的なことをちょっと考えました。ちょっとだけ考えた。この今最後長編み2目ずつ、こうちょうどね、この鎖編み2目のところに入れていって、まあ目数は元通りなんですけれども、ちょっとこの間ですね、この長編み2目ずつのこの間、ここに糸つけちゃってで見ようかなと。で、この糸のいいところは編み目が読めます。あの、普通の変わり糸でこう目がよく分かんないっていう風な編み目になってしまう糸が多いんですが、この糸ね、目が読めるんですよ。なのでやりやすいなと思いまして、で、これでちょっとやってみたい編みがあるので、その、まあ、下準備みたいな感じですかね。鎖編み3目ぐらいで立ち上がって、この長編みの頭を取りまして、2つ2目取って、長編みの2目一度で、また鎖編み3つ編んで、下の隣の長編み2つと長編み2つの間を取って、細編み、まあわしゃわしゃすぎてね、目が読めない可能性もあるんです。あの、ちょっとパッと見よくわからない模様になっちゃうかもしれないんですが、ちょっとやってみたいのでやってみましょうと。これ鎖編み2つの方がいいかな。鎖編み2目編んで、はい、長編みを2つね、長編みの2目一度やって、鎖編み2つして、下に降りて、長編みと長編みの間に、いや違うな、すいません違いましたすいません違いました。もう一個、まずここで細編みしますね。この長編み2目と長編み2目のちょうど間、空間がね空いてしまっているところに糸つけて細編みをして、4つかな、鎖編み4つしますか。鎖編み4つして、隣のこの長編み2目と長編み2目の間に細編みしましょう。これちょっと編みですね、ネット状態を1段編もうと思います。ちょっと考えてたことと違うけど、こっちの方がいいんじゃないかなと判断して、とりあえず鎖編み4目で、この長編みと長編みの2目ずつの間に細編みを編んでいこうと思います。234で、で最初のこれ細編みに戻ってきましたと。これはナッシングですね。これを1234目の鎖編み、1234目の鎖編み、34目の鎖編みっていう風に変えました。で、何がやりたいっていうと、このなんて言うんでしょう、この鎖編みのネットとネット、ここの山に4目ですね、長編み4目の、まあ4目一度やってみたかったってだけなんですけど、ただちょっとスタート、はい、鎖編みの方に移動しまして、ここでまず鎖2目編んで、同じとこに長編みの2目一度して、で
で細編みかな、細編みして、でまた同じところに未完の長編みを2つ、隣のネットを拾って未完の長編みをよいしょ2つ、だから全部で4つですね、4本未完の長編みを作って、で一気に引き抜く、で細編み、そうそう、これがやりたかった。ただわしゃわしゃしてる糸なので見えないね、うん、見えないわ、糸がわしゃわしゃすぎて編み目が見えないという、まあ、弱点がちょっとわかりづらいかな。でまたこっち同じところに未完の長編みを2つで、隣のネットのところにも未完の長編みを2つ、計4本作って一気に引き抜いて、で同じとこに細編み、これをやってきたかった。ちょっと普通の糸でやった方が編み目は見えるんじゃないかと思うんですが、まあ仕方ない、我が家にある糸で工夫してやっていけたらなと思っております。順調にね、今糸を減らしていっております。まあこういうことに時間をね使ってもというか、もうせっかくのね引きこもりなので、本当に家にある余り糸を使って何か作っていくのもいいかなと。結構荒ぶってきたね結構荒ぶってきてるな。なのでもうちょっとまた次の段で締めなきゃダメだな。まあ頑張りましょう。なるようにしかならない。で最後ね、一番最初これ立ち上がり2目と長編みで2目一度してるので、こちらも2目一度を1個編んで、ふい引き抜き編みで合わせてしまうと。そしたらちょうどこれ2個2玉、ちょっとだけが2玉あったんで、それの1個目がこれにて終了いたしました。新しい白持ってきましたね。はい、これでいきましょう。で、ここはどう、何をやってたかと言いますと、ちょっとだな。ここで、2目で立ち上がって、長編み1つ。で真ん中に細編み来て、で次ここですね、長編み4目一度して細編み、長編み4目一度して細編み、長編み4目して細編みというのをぐるっと回してきております。だから目数でいうとそんな2目ずつになってるので、目数は変わらないけど、やっぱり広がりましたね、少しね。で、こっからこれを引き締めていこうかなと。細編みの部分を拾って、ここに細編みを。鎖編み一つして、次の細編み拾って、細編み。鎖編み一つして、細編み拾って、細編みと。ちょっと引き締めをかけていきましょう。ちょっとね見えづらいかもしれないんですけれども、細編み一つと鎖編み一つので交互にね編んでおります。で一番最初の細編みのとこに引き抜き編みをすると、ちょっとだけまた戻ってまいりましたと。よいしょよいしょ。で隣のこの今編んだ鎖編み一目ですねのとこにスタート移しまして、でここで1、2、3目編んで、同じとこに長編みをもう一つ、でまた隣の鎖編みのところに拾って長編みを2目と。これでまたちょっと元の状態に戻していこうかなと思います。すんごいふわふわ、こうやってちょっと思いつきでいろいろとねやってはいるんですけれど、なんとか形になってるのかな。だからここでまたこう立ち上がって2目ですね。こう、うん、こうやっていこうかなと思います。はい、
で、これでまたリセットされるので、じゃあまた次どうしようかなっていうことになってくると思います。やっと半分来たか来ないかぐらいですね。先長いわ。とりあえず、ここまで行きたいんですよね。ちっちゃいお手紙入れとかだったら本当このぐらいでもう封筒半分に切っちゃってとかね。あのちっちゃいクリアファイルでもさ、クリアファイルでも A4 の半分、A5 サイズのクリアファイルとかもあると思うんですけど、そうなるとこのぐらいの大きさで全然十分だと思うんですが、私この上まで行きたいので、このまんまね、行きますか。で、これ終わったら次、どうしようかなと思って、またちょっとね、で、これ今一段白で編み、この白がね、もうちょっとでまたなくなりそうなので、この白がなくなったら、次ね、これか。これも余ってる。これいいかな。この色も余ってるので、この色使ってもいいし、ちょっと余ってる糸またね、探して、どんどんね、編みつないでガチャガチャにしていこうかなと思っております。で、最後のここは、マグネットなりなんなりつけたりして、紐でもいいので、冷蔵庫の方にパンと貼って、お手紙をスッと入れておけるようなものにしようかなと思っております。はい。まあ、そんな感じでやっていきましょう。はい。それではまた明日。ちょっとね、これをそのまんま続き編むのも飽きてくるので、ちょこちょこと、また違うことを編みを始めようかなとも思っていますので、そちらの方かな。まあ、こうやっていろんなものを日替わりで飽きないようにちょこちょことやっていこうと思います。それではまた明日。じゃっ。